うむ、こうしてみると生徒の人数がそこそこおるな。班分けをしよう。みな各自で相方を見つけてくれ。材料は全部ここにある。普通の染料と蛍光染料には別々の札が貼ってあるから、必要に応じて取るといい。タコ作りの具体的な手順とコツについては先ほど食べながら解説した通りだ。何か質問のあるものは？おいら食べるのに夢中で聞いてなかったぞ。いつも頼りになるぜ。ありがとな旅人。わらわは木陰で休んでおる。何か困ったことや話したいことがあればいつでも声をかけるとよい。急いで作り始める必要もないし、まずは他の人の状況を見てみようぜ。神お兄ちゃん、一緒に作らない？え、俺も作るのか？染料を調整するだけだとてっきり思ってたが。あれ、タコに興味ないのか？お前らしくないな。いや、そういうわけじゃなくてだな。ただ、はあ、簡単には説明できそうにない。ま、俺も作るとするか。そうだな、なら蝶々がいいかもな。そうだ、蒼玉はどんな絵柄がいい？ゲージュがいい。そっくりに作るのは難しいんじゃないか？挑戦してみたい。だってゲージュかわいいんだもん。よし、じゃあそれにすっか。その神格、次からはもう私の角に何かを塗ったりしないでくださいね。すごく敏感なところなので。なるほど、すまなかった。覚えておこう。ええ、もう大丈夫ではありますが。そうか、もう一度触ってもよいか？今度は何もつけない。カウン先輩の角の出触りがかねてから気になっていたのだ。え？私のことは先輩と呼ばなくていいと言ったのに。いいでしょう、そっと触ってくださいね。硬くて温度はあまり感じない。我が以前噛んだ薬剤に似ているな。カウンの体がかすかに震えている。猫がヒゲを触られた時のような反応だ。この辺でやめておこう。よし、では次から額に塗るのはどうだ？今度からなるべく外で昼寝しないようにしますので。まあそろそろタコを作りましょう。後で龍雲神君が進捗を尋ねに来るでしょうし。そうですね、一番伝統的な模様にしましょうか。うむ。カウンと神格って仲がいいんだな。邪魔しないでおこうぜ。うむ、悪くない。骨組みがしっかりしておる。この模様はもしや山柄か？そう、ついついつい。完成を楽しみにしておるぞ。ヨーヨーはタコを何色で塗るんだ？まだ決めてないんだ。青山柄ならヨーヨーのお友達に似てるけど、金色だとヨーヨーに似てるから。
わらわの意見を言うのであれば金色を勧める。贈り物なら相手の好みを考えることが大切だ。ヨーヨの友人はヨーヨに似ている山柄のタコを欲するであろう。まだ誰にもナナにあげるって言ってないのに、竜おばちゃんはなんで知ってるの？おばちゃんだから、少しばかり経験が豊富なのだ。うわー、すごい。竜おばちゃん、ありがとう。じゃあ早速髪に色を塗るね。うむ、わらわはそばで見ていよう。お前たち、わらわよりのんびりしておるが、タコはもうできたのか？まだ作り始めて。いやもうすぐ完成するぞ。行こうぜ、オイラたちもタコを作ろう。まずはどんな形のタコを作るかだよな。おい、なんで急に一人で笑ってんだよ。まあ、なんとなく予想してたけど、オイラのタコならお前が道に迷わないように、それから途中でうまいもんとか面白いこととかに出会えるように見守ってやれるぞ。でもそれだけじゃちょっと芸術的な加工が足りないような。よし、ここはもっと思いっきり行こうぜ。パイモンダコの意味はズバリ、旅人の守護神だ。次はどんな表情にするかだな。タコって空を高く飛ぶもんだから、こちらに集まってくれ。お、カーンが呼んでるぞ。さあ、わらわに見せてみるといい。カーンネーネと神格ネーネのタコはツバメ飛びなんだね。すっごく綺麗。色も師匠の色と似てる。尾の部分を閉じればそっくりだな。あれ？よく見ると羽の色がはみ出てるところがあるぞ。もしかしてカーンが色を塗るときにうっかり寝ちゃったのか？そこは我が塗った。じっと髪を見つめながら思案していたが、師匠の他には鳥の色が思い浮かばなかった。鶴の姿の師匠と過ごした時間が長かったからだろうか。人間の姿を前にしても青と白の混じった色合いのみが思い浮かんでしまう。そう言われるとオイラまでそのイメージが目に浮かんでくるぞ。そうであろう。それでいっそのこと目を閉じて記憶に導かれるままに筆を動かした。マジかよ、目を閉じてても絵が描けるなんて、これぞ仙人の弟子ってやつか。わらわを思う神格の気持ち嬉しく思うぞ。ガミンさんと総玉の芸獣のタコは
とても凛々しいですね。空を飛ぶ姿はきっと迫力満点だと思います。目と耳が光るんだ。夜になれば光ってるのが見えるはずだよ。ヨーヨの金山柄もすごく可愛い。パン、龍雲おばちゃんの大季節物のおかげだよ。旅人のタコは？じゃじゃーん、これだ。パイモンによく似ている。ん？なんでそう思うんだ？以前、旅人が自分の皿の肉が一つ減ったことに首をかしげていた時、主はまさにこのような表情だった。そんなことあったっけか？あれは軍玉閣でしょうか？ん？よくもわらわの縄張りで許可もなく堂々とタコを。なかなかの度胸だ。しかも、なんという粗悪なからくり。これほどの肝っ玉の持ち主、わらわが出迎えてやらねばな。お前たちは糸を結びつける作業を続けていろ。わらわはすぐ戻ってくる。しんくん、旅人さんにパイモンさん、龍神君について言っていただけませんか？師匠、大丈夫かな？いえ、そうではなく、タコの持ち主が心配なのです。前方に雰囲気があるぞ。風に乗っていこうぜ。ふむ、フォンテーヌのからくり装置は実に奥が深い。感心しておる場合ではなかろう。どうするのだ。少し気をそらした間にタコが見えなくなったぞ。そう慌てる必要はない。最後にタコを目で追った時、どこへ向かったか覚えておるか？奥蔵さんの方に飛んでいったはずだが。はあ、まさかとは思うが、なんとなく嫌な予感が。考えすぎだ。今頃龍雲は町で弟子の世話をしておるか、洞府にこもって研究に没頭しておるはず。タコに気づくわけがない。しかし、風がなくとも飛ぶ仕組みは実に興味をそそられる。からくりの観点で言えば、龍雲の仕掛けの術にも引けを取らないのではないか。し、気をつけろ。万が一龍雲の耳に入れば、借りているからくり調理神器を即刻回収される。お尋ねしますが、このタコはお二方のものでしょうか？だから言ったであろう。どうするんだ。我を見るな。タコは二人の合意のもと一緒にあげたものではないか。ミスイ、黙ってないで何か気の利いたことを言え。我が言っても火に油を注ぐだけだ。黙ってこの場を離れるのが得策であろう。さっさと行くぞ。一時的にしのげても長くごまかすことはできぬだろう。そもそも我々の正体が見破られているのではないか。あの、タコを受け取ってこい。無理だ。お前が受け取れ。それは我々のタコではありません。そうですか。仙人の勘が外れましたね。ああ、なんと仙人様でいらっしゃいましたか。これは失礼いたしました。
仙人様のおわすところでタコをあげるとは、一体誰がそんなことを。失礼にも程があります。その通りです。我々はたまたま景色を眺めていただけで、そう、ミントの鑑賞をしていたんです。他に何もないようでしたら、これで失礼させて。やっと追いついたぜ。船長になったカウンってどんだけ飛ぶのが早いんだよ。あれ、昨月とリスイじゃんかよ。こんなところで何やってんだ。なお、なんか変な空気だな。おいら、何か間違ったことでも言ったか。構わぬ。二人の正体はとっくに分かっておった。ただどこまで演技を続けるつもりか見ていたかっただけだ。ということは怒っていないのだな。二人の老友が楽しいひとときを過ごしているというのに、わらわが怒るわけないであろう。属性のものが新鮮に映るのも理解できる。はあ、祭りの雰囲気に浮かれてしまってな。せっかくだからと近頃の流行り物に触れてみようと思ったのだ。しかし我々は龍雲のように仕掛けの術に明るいわけではない。故に良いタコを作るのも至難の技で、手っ取り早い方法を探すしかなかった。龍雲の仕掛けの術といえば、上では風と雲を操り、下では波をも呼び寄せる。この世で危険を許さぬその妙技を我々はよく知っておるぞ。客人を待たせておるゆえ先に失礼するぞ。二人ともまた後日会おう。旅人パイモン、しっかりついてこい。また